おはようございます。中森大です。高橋慎一郎です。慎ちゃん、ちょっとこれはね、人間心理の面白さも詰まったような、なおかつ慎ちゃん向けの記事をちょっと発見したんですけれども。何を聞かしてよ。アメリカの成人男性、ほぼ半分が旅客機の緊急着陸に地震、専門家は突っ込みって記事なんですよ。ほほ。じゃあまずはちょっと気になる内容から触れていきたいんですけど、はい、なんかアメリカで実施された過去の調査では、素手でクマやライオンなどの猛獣に勝てると思っている人が一定の割合で存在することが判明するなど、少し映画の見過ぎのように揉める謎の地震が浮き彫りになっていますと。はいはい。新しく発表されたアンケートで判明したアメリカ人の成人男性のほぼ半分が、いざとなったら自分が操縦士の代わりに飛行機を着陸させられると考えていることの、との調査結果になったわけなんですよ。調査してそうなの。で、航空科学者らがその可能性はほぼゼロって突っ込まれたわけなんですよね。で、なんかそのアメリカの市場調査会社ってのが、成人のアメリカ人の2万人を対象にして、緊急事態の時に航空交通管制の支援だけを頼りに旅客機を安全に着陸させることができる自信はどれくらいありますかと質問したら、とても自信があるが 13% いて、でやや自信があるが 19% いたんですよ。で合わせると 32% になって、アメリカ人のほぼ3分の1が自分の操縦テクニックに自信を持っていることが分かりましたと。でさらに同じ質問男女別に集計すると、男性の 46% が、そうなんですよ、男女別にした場合の話ですね、はいはいはい、自分なら飛行機を着陸させられそうなって考えてるのが 46% いるんですよ、アメリカ人の成人男性。いやいやいや、ちなみに専門家は、素人が管制塔の、管制官の支援だけで旅客機を安全に着陸させられるという見解には懐疑的ですと。で、ここで、パイロットの人たちが着陸の時に何をしているかってことを具体的に説明してくれてるんですよね、この専門家の方が。はいはいはい、はい。着陸はもう離陸以上に複雑で、あ、てかそもそも、今飛行機って離陸と着陸の時ぐらいじゃないと事故が起きないってぐらい、その、なんていうか安全なフライトってものがもう確立されてる業界なんですけれども。飛んでる時は平気なんですか？そうそうそう。大体離陸で3割、着陸7割とかの割合だから。で、だから着陸が最も難しいとか、事故が多い時らしいんですよね。ああ、危ないね。で、その着陸っていうのはすごい複雑で、はい、パイロットは適切な速度を保ちつつ、降着装置と翼のフラップを同時に管理してって、航空規則を遵守し、管制官とコミュニケーションを通り、紙やデジタル媒体で作られた様々なチェックリストにチェックを入れなければなりませんと。で、走行しているうちに滑走路が近づいてきたら、パイロットは高度を正確に判断し、はい、出力を落としながら降下速度を調整するんですと。はいはいはい、はい。で、降着装置が路面についたら、ブレーキと逆噴射を使って滑走路が終わる前に機体を停止させますと。で、パイロットはこれらの作業をわずか数分のうちにこなしているらしいんですよ。そうなの。で、こうした操作技術を身につけるため、パイロットはまず座学で空気力学や気象学や、航空法や、飛行規則や航空機関に関するシステムや機体性能やフライトプランや飛行機に関する人的要因などについて学ぶんですよ。まずこれ全部座学ね。座学で。そして基礎を身につけたら、次はシミュレーターや実機を用いた訓練を重ねて、はいはい、なんか自動車学校とかにもありましたよね。ゲーセンみたいな。あったイニシャル D みたいなやつで最初ちょっと練習する時間みたいなあったじゃないですか。あの画面のね。そう、はいはい、あんな感じのやつやって、で小型機から大型機へと徐々にステップアップしていくなら、はいはい、最終的にプロの旅客機ですよね。ほう。パイロットとして成熟していくんですって。数分のために。そう。だから以上の点から、専門家は飛行機の基礎すら学ぶことがない人が、航空交通管制の助けを借りて旅客機を正常に着陸させられる可能性はほぼゼロですと確定の結論付けたんですって。マジか。もうまず一言さ、できるわけねえだろって言いたくなる記事ですよね。まあ、なんでいけると思っとれんでって話ですよね。まあ、個人的には本当信じられなくて、はい、ガチの旅客機のパイロットの仕事がさ、はい、エースコンバットぐらいの感覚の人が32%いるわけですよ。まあ、テレビゲームの感覚ですよね。なんだかいける気がするみたいな感じっていうか、まあ、映画ではよくあるシーンだけど、ね、そう、はい、で007みたいなエージェントじゃあるまいしさ、未経験のやつができるわけねえやろって話ですよね、これ。まあ、でも実はこれね、結構面白い事実の浮き彫りしてる記事だと僕は思ったんですよね。何よ。あの、実は知ってるつもり無知の科学っていう本があるんですけど、あるの。この本の中で、専門知識のない人の方が自身の能力を過大評価する傾向があるって下りがあるわけなんですよね。そんなのあるんだ。要するにこれ、今まで全然勉強してこずに世の中の基礎的な知識があんまりない人って、はい、高度な仕事に必要な基礎知識みたいなのがピンとこないんですよね。つまり何が難しいかが見当もつかない上に想像もできないから、はいはい、自分でもなんとなくできそうな錯覚に陥ってしまいがちみたいな話なんですよ。はあ、なんかわかりますよね、これ。まあ言いたいことわかる。そう。で、例えばしんちゃんがさ、はい、会社でのなんか自分が勤めてる会社での新規事業の立ち上げに参加するとしてるんですよ、はいはい、それまでさ、なんか小学生でもできるような流れ仕事しかしてなかった場合だったらさ、はい、新規事業の中でもそれのことしか頭に思い浮かばないし、うん、だから多分いけますよってなると思いません。まあやってみます。
ますみたいな。でももっともっとさ、会社のさ根本的な技術部分とかなんか原価のこともあれちゃんと管理してて理解してる人からしたらさ、はいはい、なんかその知識や経験が裏付けになってさ、そんな簡単に決められる話じゃないですよこれってなるみたいな話なんですよね。おなんか分かりますよね。あ、はいはいはい、分かってるやつの方がその要は謙虚に見える図式の ロジックって言えばいいですかね。はい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 、はい、でつまりなんか世の中には複雑なものがあるってことを知らない人は、はい、全てが単純で自分でも理解できるって錯覚しちゃうもんらしいんですよ。やっぱちなみに僕実はこんなこと言われた経験が実際あるんですよね。あるの？で前に一回話した女性の話なんですけど、その人正直あんまりこうなんかめちゃめちゃおせちの勉強ができる方ではなかったんですよね、うんうん、でもなぜかさ自分は仕事ができるみたいなことを自分で言っちゃうタイプだったんですよ。はははで個人的にはですよ、私は仕事ができるってことを自分で言っちゃう人で本当に仕事できる人に会ったことないんですけれどもまだ頭痛くなるわでそんなもんはさなんか数値化された売上やさ周囲が評価するもんだよって話じゃないですかそうだね、自分で言う話じゃなくねそれって感じじゃないですか。そうなんですよね。でその女性は自分が新卒で入った小さな会社みたいなところの話をしだして、うん、なんか私は2年目ですでに上司より仕事ができたみたいな。なのに私の給料は上司より低いと、私の能力が正当に評価されていない、こんな社会おかしいみたいなことを言うわけなんですよ。で僕この話彼女が勘違いしちゃった部分が2つあると思ってまして。2つあるの？で1個目が、うん、彼女は仕事ができたわけではなくて、うん、新卒 1,2 年目に与えられる程度の業務こなしとっただけなんですよね。まあ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 、で要はやれる範囲のことしかやってなかったのに、うん、自分がめっちゃできるやつだとまず錯覚してるわけなんですよね、はいはい、で2つ目は、うん、彼女は自分の上司がどんな仕事をしてるかまるで理解できてないことがまず結構でかい部分やと思ってると、うん、ああはい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 。で個人的にはこう知ってるつもり無知の科学を読んでる時に彼女のことを思い出して、はい、なんか自分が所属してる会社に存在してる仕事のジャンルってっていうか、うん、分かる？どういうことがあってどういう風に成り立ってる会社なのかってことも全く分かってない上で、はいはいはい、なんか自分の置かれている立場も理解できないとこんなことを言い出すんやなとかちょっと思っちゃったんですよ、はい、そういうことね。つまりなんか考えられるだけの材料って言えばいいですかね、はいはいはい、知識がないので自分の能力を周囲の評価より過大評価してしまっていたって話なんですよ、うん、で上司が何をしているか具体的に全く分かんないみたいな状況で、はい、私の方が仕事できたって冷静な感じですげえ言葉ですよ。いやそれは何と比べてんだろうこのそのあなたのシーソーって言いたくなりますよね。そうね、まずそこの自身はどこなのって感じなんだから、ね、でも逆になんか分かんないからそんなこと言えちゃってるっていう。はいはいはい、そういうことな。そりゃそうですよねっていう。そういうことね、で僕はそんなことを語る女性に、あそうですか、じゃあもっと自分が、適切に評価される会社に巡られたらいいですねってことを伝えて、はいはいはい、まあ、自分はこんな風にならんとこって密かに心の中で思ってましたね。そういうことね。ちょっと反面教師的な感じの使い方しちゃったんですけど、はい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 、僕的には。で僕がさ前なんかの動画で読書の重要性みたいな話をしとった時に、うんうん、自分が知らないことが世の中にいっぱいあることが理解できてさ謙虚な気持ちになれるって言ったと思うんですけど、うんけねうん、で今話した女性のことでさ、うん、なぜか旅客機を運転できると思い込んでる人たちを見ると改めて勉強って大切やなって思いますね。改めてね。そう、改めてこう読書だったりとかで、はい、それなりに深い知識に触れ合うことってやっぱ人間重要なんやなってこれなんかちょっと思っちゃいましたねこれって。でもまず冷静に考えたらさ、はい、なんかこの記事でですよ、はい、なんか旅客機の運転ができそうかって聞かれた時にですよ、はい、まずさ、はい、あのなんか操縦席って思い浮かびますよね。あ、ありますね。あの異常な量のケーキついてるじゃないですか。ついてますね。マジで人間ここに座るんかみたいな、他のとこ全部なんかの、タコメーターみたいなだらけやんこれってなってますじゃないですか。あれがさちゃんと頭の中でパッて思い浮かんでさ、はいはい、運転できますかって聞かれた時に、はい、でその、あの、絵面に出てきたケーキがさ、はい、そのすべてがさ、はい、飛行機を操縦していく上でめちゃくちゃ重要なものだったことは分かるじゃないですか。あ、分かりますよ。ってことまで分かってたらさ、はい、そもそもさ、どのケーキからどんな情報を読み取って、はい、どのボタンをどのタイミングで押せばいいか、皆目見当つかないことぐらい気づけると思うんですよ。そうな。SF 系のなんか創作物とかでもさ、初見の大きいコンピューターとかなんとなくピコピコして作動させるみたいなことよくあるじゃないですか。ありますね。でもなんかパソコン全く使えない人の方が、きっとなんとなくいけそうな気がすると思っちゃうんでしょうね。そうね、あの爆弾の青と赤みたいなね。そのくらい単純な世界観っていうか、はいはい、あんなレゼガーで僕なんてあの音楽作るのが趣味なんですけど、あの、はい、ダウソフトってあるじゃないですか、あの音楽編集ソフトなんですけれども、うん、あのああいうソフトレベルですら、はい、初心者の時やっぱ独学で結構苦労しながら学んでったんですよ ね、 あやっぱね。でだから僕は見たことないコンピューター起動させたか絶対無理やなってちょっと思っちゃうんですよね。まあ、あのたかがダウソフトで宿泊した俺なら無理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 って思っちゃうんですけど、そういうことやったことない人に限ってなんかいけそうな気がするみたいな。そうなんだろうな。でもさ笑ってますけど、はい、しんちゃん僕も、はい、
あのさ、このアメリカの成人の3分の1、男性だったらほぼ半数は、自分なら旅客機を緊急着陸させることができるって、ぶっちゃけちょっと滑稽な記事ですけど、正直な。これって僕やっぱりさ、何も知らない子供の時に誰でも一度は経験してる感覚だとも思うんですよね。特に男の子なら。はい、その通り。しんちゃん、はい、小学生の時にさ、はい、もうなんか退屈な算数な授業のとかさ、はいはい、体育館であるさ、あの校長先生の話がやけに長い全校集会の時にさ、はいはい、今テロリスト攻めてきたらって考えたこと一回あるでしょ。一回どころじゃないですね、刀。しんちゃんはやっぱ好きでした。大好きでしたね。あの要は窓から入ってきたら、はいはい、みんながキャーキャー言ってる間に俺はここの位置に移動してくれのと考えるでしょ。で一旦どっかに潜んではいはい、はい、人質取ってなんか要求してる時になんか上伝ってって上から倒すとかさ。そうそう、見えないところからな。で要はさ、ホームアローンくらいの感覚でテロリスト倒せると思ってないでしょ。倒せると思ってた。じゃあさ、逆に聞きますよ今、はいはい、40歳近くになった今さ、はい、職場にテロリスト来て一人で勝てると思います？勝てないね。勝てないですよね。そうなんですよ。なんか自分だけはなぜかいける気がするって感覚、誰でもこれ子供の時にやっぱあるんですよね。あったあった。だって冷静に考えられるほどの知識も経験もないからですよね。そうですね。で今回の記事に載せられとったアンケートって、なんかそういう子供の時の感覚を抜き切っていない人がさ、はいはい、なんか俺ならいけるぜみたいなこと答えたんじゃないのかなと思って。嫌いじゃないですか。でこのアンケートにいけるって答えた人の中で、はい、約何パーセントの人が職場に悪者が乗り込んできたら撃退できると思うにイエスと答えるのかなっていう。その質問もちょっとしてほしいぐらいですね。それ聞きたいわ。8割ぐらいイエスって言ってくれそうですよね、そこも。いそういそう。で僕は完全にどちらも無理って即答します。あ、ちゃんと即答。で要は自分には、旅客機の操縦技術や、はい、銃持って悪者を倒せる技術いや知識や度胸がないことぐらいさすがにもうはっきり分かってますからね。分かってるかな。絶対無理ですっていうね。ちなみに僕がね、これまでなんか無知って怖いなーって思った地味に印象的な話がもう一個だけあるんで、これちょっと最後に話したいんですけど、はいはい、昔知り合った、その時当時彼が高校生で、はい、なんかなよっとした漫画好きの男の子がいて、はい、でその子となんかヤンキー漫画の話になったんですよね。ほうほう。ヤンキー漫画とかも読むんだみたいな感じになって、はい、で、あの僕こんなんですけど読むんですみたいになった時に、なんかその子さ、今までまあ喧嘩どころか、はい、思いっきり人に殴られたことすら一回もないって言ってる子がですよ、はいはいはい、金属パッドであばらをフルスイングされても数発までなら人間大丈夫でそのまま応戦できるって思い込んどったんですよ。すげえ話だな。なんか金属バットってそんなダメージ来ないものやと思っとったの。要は漫画のイメージで。あ、そうだろうね。だって全然殴られても立ち向かうじゃないですか、主人公みたいな。要はあれぐらいの痛みでしかないってことでしょ、あれみたいな。そういうことだろうね。で僕はその時も今回の記事を読んだ時と同じこと言ったんですよ。できるわけねえやろ。そりゃそうだ。一回殴ったろかお前って僕はその時言いましたけれども、はいはいはい、やっぱり無知って面白いですけれども、はい、時々ちょっと怖いなって思う局面もありますよねってところで、じゃあお疲れっす。浜口なった歌声と派手なオープニングシャウト。